ノマー、シャミール・マザラ・ヒミニアンは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。メディアによっては、マザーラと表記されることもある。愛称は、ビッグチリ。2011年7月に、当時の中南米選手最高額の契約金495万ドルで、テキサス・レンジャーズと契約して、プロ入り。二千十二年。 参加のルーキー級アリゾナリーグレンジャーズでプロデビュー。54試合に出場して打率、264、6本塁打、39打点、5盗塁を記録した。2013年は A 級ヒッコリークローダッツでプレーし、126試合に出場して打率、236、13本塁打、62打点、1盗塁を記録した。2014年は、 a 級ヒッコリーと a 級フリスコラフライダーズでプレーし2球団合計で130試合に出場して打率27122本塁が89打点4盗塁を記録した2015年は a 級フリスコとトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし2球団合計で131試合に出場して打率29614本塁打。 69打点に投類を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年の開幕は、トリプル a 級ラウンドロックで迎えたが、アキンマ守るの故障者リスト入りに伴って4月10日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった、同日のロサンゼルス・エンゼルス戦では、2番右翼手で、 先発起用され、5回表に相手先発のジェレット・ウィーバーからメジャー初安打となるソロ本塁打を放った。以後、そのまま右翼のレギュラーに定着すると、最終的には145試合に出場して打率、266、20本塁打、64打点を記録した。2017年は148試合に出場して打率、253、20本塁打、 101打点、2盗塁を記録した。2018年は128試合に出場して打率。258,20本塁打、77打点、1盗塁を記録した。2019年は116試合に出場して打率。268,19本塁打、66打点、4盗塁を記録した。 2019年12月10日にスティールウォーカーとのトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍した。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年2月11日にデトロイトタイガースと175万ドルの単年契約を結んだ。7月16日に DFA となり21日に自由契約となった。ありがとうございます。